はい今回は山本太郎さんが左翼と言われた時の神対応が感動的な件、こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、今回はですね、まあ、ちょっと政治の話の根本的な、基本的なことも考えていこうと思いますので、で最初にお話しいたしますが、僕は山本太郎さんを応援してますし、人間としてですね器がとても大きい方だと思っているので、別に悪く言うとか全くありませんので。 でよくですねインターネットで聞く言葉とかがあるんですが、山本太郎さんに対して左とかね、えー、まあ左翼とか、まあ、左側とかって言ってるんですけど、全くそういう考え方、別に山本太郎さんだけではないですけど、そういった意見を右だ左だとかあ言ってる時点で何も政治が分かっていないと判断します、なぜかというとその理由があるからです。でその理由についいててここから話していきますが あとですね、保守っていう言葉もありますが、これっていうのも全くのデタラメです。保守っていう言葉自体が聞こえがいいですが、いわゆる今、あ少し前、ここ最,近からそこ最近で使われる保守っていう言葉の意味は何かというと、売国です。 保守といいう言葉をを使っててでですすね売国をしているわけですだから、例えばですね、保守イコール日本を考える愛国とか思うかもしれませんが、違います。本当にそういった人はいるのかもしれないが、そういった人はおそらく注目されていない、いわゆる注目されているものですよね。保守の政党とか考え方が保守であるっていうのは、それは売国、偽保守です。もっと言えば、安倍晋三に関係している人間です。安倍晋三応援団、安倍応援団ね。 なぜかっていうと理由は単純なんですよ。 安倍晋三っていうのはと丸とズブズブの関係だったことは分かっているわけですね、祖父の岸信介、安倍晋太郎、安倍晋三と三代揃ってと丸とズブズブと丸っていうのは戦後ずっとです、ね、日本を間接支配していたものであり、工学研究問題等で日本国民を苦しめているものなわけじゃないですか、それと深くつながっている人間がどこが保守ですかっていう話なわけですよ。だから保守といいいううう言葉ををよく使う人間あるははそういったものたちには気をつけ いけないといけないとだから別にいちいち保守となんて言,言わないんですよ ここここうこううううういいう理由で、えーねえー、こう考えててるっていうそれであれば別に全く問題ないんですが、そういう、まあ、いわゆるレッテル貼りをしてです、ねまあ、言うで、特に安倍晋三ってのはひどいですけど、自分たちに反対する人間は左側だ、左翼だとかって言ってるんですけど、安倍晋三こそが売国とですからね、まあ、最近はそういった考え方がちょっとずつあ普及されているのかもしれませんが、安倍さんとか言ってる時点で全く何も分かっていませんからね、でもっと言うと、ですねこれ分かっていることがあるんですよ。単純にこれをまあ知らない えーだけかもしれないんでこれを知っていただければあそういうことかなってお分かりいただけると思うんですが右翼とか左翼とかっていう言葉あるじゃないですかそれって幻想ですからねな,何なぜなのかっていうと 国民間の水を生み出すすすたために作られたんででよよ分かってるわけですよだから、パヨクとかっていうじゃないですか、それもそうです。全くこういうこと言ってる時点で、政治なんて何も分かってないんですよ。だから、何を判断基準に考えるかっていうと、それも基準があるんですよ。もうこれっていうのもう明確なんですよ。おそらくこれを基準に調べていく、あるいは考えていくと分かることっていうのがあるんですね。その政治家、あるいは政党、その背後に何があるのか、トうマルとかせんべいがいるのかどうかってそこです。それがいないいいなんで活動しててるものっていうのっうは別にそういう そういったものの影響を受けていないんで、別にね、右でも左もないし、別に保守でもなんでもなく、えー、そういったポリシーのもとに、えー、考えのもとに、えー、活動している、そういったことでいい、別にそれはそれでいいんですよ。ただし、背後にトーマルとかせんべいがいると、ですね、その影響を受けますので。 言葉ではいいことを言うかもしれませんが、内容、実態は全く別である、そういったことであると思います。だから、もうこのね例えば山本太郎さんに、えー、左右だとかね、まあ、他の人もそうだと思いますが、そういったことを言っている時点で、えー、何も分かっていないと僕は判断します。まあ、別に僕は、<laughs> さっき言いましたけど、そんなものも相手にもしないし、別に右も左も別にないと思ってますけど、まあまあ、強いて言うんであれば、うん、こ,のここ最近の状況下において、うん その右とかあ偽保守、デ、うん、たらめ保守、売国が多いんで、それであれば左の方がいいんじゃないんですか、うん。だって、日本のために保守であるっていう人間こそが売国なわけですよ。じゃあ、その逆が正解なわけですよね。じゃあ、別に左でいいんじゃないかと思います。別に僕はさっき言ったように、右でも左でもそういったものを相手にしていませんが、まあ強いて、えー、そういうことを、えーまあ、分類するのは別にそれでもいいんじゃない、まあ別に勝手に言ってればっていうふうに、えー、僕は思うし、まあ、リスナー様もそう思っている方が、まあ、いらっしゃるんじゃないかと思います。 で、山本太郎さんも実は同じようなことをおっしゃってるわけですよ。このね、山本太郎さんが左翼と言われた時の、まあ、 その対応ですね。で、えーまあ、山本太郎さんに、えー、左翼といった人間が数年前にいたんですが、えー、人をカテゴライズするなって言っているわけですよね。山本太郎さんは右でも左でもない、えー、フリースタイルであると、永田町の空気を読まず1人で旗揚げしているっていうことを言っているわけですよ。だから、こういったところの対応も、えー、しかもですね、 まあなんていうのかな突然言われたことに対して返答してるんで、まあ、やはり、えー、まあ、すごいと、だから政治家としての信念があるっていうことですね。で、えー、山本太郎さん、あこういうね、えー、なんかなんて,いうなんていうのかな、こういう、まあ,あいわゆるアンチ的なことを言われても、まあ、対応がね、えー、すばらしいなぁと思うんですよ、えー。そう言われたことに対して、ありがとうございますって言われてね、えー、まあ、そういったまあ世の中を変えるために立候補しているっていうことを、まあ、冷静に、えー、話していると。うんで その時に言ってましたけど、まあ、その時のものを、まあ、いくつか見つけたんで、まあ、調べて、まあ、言っていた山本太郎さんの言葉ですが、右翼左翼、まあ、真剣にしている人には申し訳ないが、自分にとっては関係ない話っていうことを言ったんですね。山本太郎さんはどういうふうに思っているか分かりませんが、まあ、右翼左翼っいうのはあると思っているのかもしれない、僕は別にそんなものはないと思っているんでね、まあで。それっていうのは、あのまあ あのパターンなわけですよ、その水を作ってですね、えー、こうわ切り分けていくという国民をね、そういったものであると、でこの山本太郎さんの、えー、発言に対して、えーそ、そこにいた人から多くの拍手を受けたということで、こういうことを言う人間っていうのもおかしいじゃないですか、山本太郎さんに細工とかってね言、えー、うことが、でえーそまあ、この今みたいなもうど,どうにもならない世の中を変えるために立候補しているっていう、この山本太郎さんの,この発言が素晴らしいですし、 別にそんなね、えー、何がどうとかっていうことではなくて何かって言ったら日本国民のために政治をしてくれているわけじゃないですか、だから注目すると点といえばそこだと思いますよ誰のために政治をしているのか、例えば自民党、公明党、維新の会をはじめとしたそういった売国政党はそれっていうのは宗主国のためだったり大企業ね経団連、経済同友会のためだったり、えー、そういった人間たちに忖度している政治をしている山本太郎さんっていうのは日本国民のための政治を目指しているわけじゃない だから僕は応援してますっていう、まあ、そんな別に難しいことではないんですよ。で、こういったところにです、ね、不公平さが出るんですが、えー、リスナー様もおっしゃってましたが、マスコミっていうのは山本太郎さんとか令和のことをまず取り上げないんですよ、不公平だと思いますが、なぜかというと、マスコミを管理しているのは、えー、経団連、経済同友会、あるいはせんべい、そういったものだからです。 山本太郎さんのしている行動っていうのは国民のためであり大企業のためではないんでそういった、ね、発言をする人っていうのをマスコミは取り上げない。で、え皆さんも僕も思うと思いますが今のこの厳しい日本経済が良くなってもらいたいと思っていると思うんですよ。思、まあ、思ってない人っててないないいい人ほととんんどうで。 思思っていると思うわけですよで山本太郎さんは何を思っているのかというと今の世の中をもっと良くしていきたいと、ね、大変な人厳しい人を救いたいと。 そういった思いで政治活動をしているわけじゃないですか、だからあの僕はずっと思ってますけど、ここ最近の消費税反対の運動ですね、あとインボイス廃止の運動、そういったものに人々が共感するんじゃないかと思います。だから別にその表面的な話ではないんですよ、その政治活動をどういうふうにしているかっていうその根本の思いが山本太郎さんはここにあると思うんで、だからこう、ね、左翼とかって言われた時きも、まあ、対応が本当、神対応って言われていますが、 そのようにおっしゃる、だから僕はあの動画とか、まあ、いろんなものを見て、あまあまあ、いいなと思,思って、ねまあ、応援してるっていうことなんですよ。で、えー、最近はですね、えー、なんか、また支持率がどうのこうの、なんか令和の支持率が下がったって言ってますが、それもおそらく僕はマスコミが裏側で操作してるんじゃないかとしか思ってないんでね、全く相手にしてませんが、 山本太郎さん、あるいは令和を応援する人たちが徐々に広がっていくっていうことがですね、とても大きな運動になるわけですよ。でこの山本太郎さんの考えに共感、共鳴する人たちっていうのは何が必要かっていうことは分かってるんですよ。でそういった人た人ちが今増えているわけですよ。 そういった国民が増えることによって日本が良い方向に向かっていくあるいはですね山本太郎さん、令和の方々が政権の中枢に入ることで世の中は良くなっていくだから僕はいつも思ってますが山本太郎さんが内閣総理大臣になっていただけることを、えー、まあ願っているということです日本経済が良くなって日本国民が過ごしやすいそんな日本になることを願うじゃないですかえそう思ったらあ山本太郎さんを僕は応援しているっていう、まあ、そういった話ですだからこういういねあの 力とかっていうことを言われた時にしても対応が3年ぐらい前のまあ動画であったんですけどっていうようなことでここ最近はもうそんなこともあるのかないのかわかりませんけどまあでもここ最近もですねこの 増税反対運動をされているときにいろんなことを言われるっておっしゃってましたが、まあ、そういった言われたことすらも、まあ、うまく、ね、対応しているところに、まあ、人間としての大きさをまあ感じるなと思いますということで、まあ、リスナーさんもこちらの話ご存知の方いらっしゃるかもしれないですし、まあ、こういった話っていうのはですね、えー、まあよく注目される話ではあるので、まあ、ちょっと今回は調べて思ったことをお話しさせていただきました。何何かししら共感てていただけるるととこころろお役に立てるところがあれば、えー、何よりですっていう ということで今回はここで終わります最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします